はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、やってまいりました。ベイブレードバーストのお試し動画ですね。はい、3回目になりましたね。はい、前回のドライバー遅かったインパクトドライバーとマグナムディスク、これを組み合わせて今回はこの18種類のレイヤーを全部回していきたいと思いますね。はい。バルキリー、スプリガン、デスサイザー、オーディン、ホルスード、ミノボロス、エクスカリバー、ネプチューン、ユグドラシル、ビクトリバルキリー、ストームスプリガン、ライジングラグナムク、カイザーケルベロス、ワイルドワイバーン、ダークデスサイザー、ホーリーホルスード、オベリスクオーディン、テネエクサイバー。この18種類を回していきたいと思います。はい。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい。バルキリー。はい。いきます。バルキリー、マグナムインパクト。はい。5種類。25秒。やっぱりコロコロについてきた。ああ、コロコロつか。はい。スプリガンゴールドバージョン。はい、ゴールドレイヤーだね。はい。5種類。24秒。次はデスサイダー。これはね、改造セットのやつか。うん、それについてるんだよ。はい。ようやく止まった。23秒。23秒。オーリーにします。23秒。23秒か。ホルスードマグナムインパクト。5種。21秒。うわ、ミノボロスマグナムインパクト。はい。5種。21秒。はい、21秒いくんだ。次はエクスカリバー。エクスカリバーマグナムインパクト。5種。19秒。うわー、早い。次はネプチューン。5種。26秒。うん。これユグドラシルマグナムインパクト。はい、5種。21秒。次はビクトリーバルキリー、はい、金券バージョン。改造ステッカーつけたやつだね。はい。はい、5種。25秒。すごい。ストームスプリガンセット。5種。26秒。ライジングラグナムクマグナムインパクト。5種。22秒。カイザー系ベースマグナムインパクト。5種。24秒。はい。これでワイルドワイバーンマグナムインパクト。はい、5種。ストップ。24秒。次はダークデスサイザー作り出します。これでダークデスサイザーマグナムインパクト。はい、5種。22秒。これでホーリーホルスードマグナムインパクトになります。はい、5種。23秒。はい。次はオベリスクオーディン。5種。23秒。うん。いよいよラスト。ジェノエクスカリバー。はい、ジェノエクスカリバー。ジェノエクスカリバーマグナムインパクト。はい。はい。3、2、1、押せ。出たー。20秒。はい。はい、ということで、18種類のレイヤーをすべて回してみました。はい。レイシンくんが一番長かったのはネプチューンとストームスプリガン、はい、で26秒だったね、それぞれね、はい、で私が一番長かったのはオーディンの29秒でした、はい、ちょっとばらけたねまたね、うん、ばらけたけど大体伸びるやつは同じぐらい伸びたのかな、うん、っていう感じですね、はい、ということで、うちが持っているベイブレードの、うん、ディスクレイヤードライバー全てを回してみたわけですけれども、はい、理解は深まりましたでしょうか。なんかねちょっと微妙でしたね、うん、なんで次回はですねこれまで取ったデータをもとにですね、はい、ぜひ対決していきたいなというふうに思っております。改造で対決はね、はい、はいということで今日の動画が面白かったなとかためになったなと少しでも思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので。ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。